はい、えー、今回もおっさんが気になるニュースをではなく、えー、対談形式にしてお届けしようと思います。えー、最新 AI ニュースになります。えー、画面見えてますかね。<laughs> はい。えっ、ー、と2024年の2月の11日日曜日のニュースに。 はい、なりますはい、えー、今回はですね、えー、AI のダイジェストのいつもニュースをやってるんですけれどもちょっと特別版としてで、えー、対談形式でやっていこうと思いますはい、えー、村岡社長よろしくお願いしますはいどうもよろしくお願いいたしますイーン株式会社の村岡でございますはい、えー、村岡社長に、えー、今回もちょっといろいろと、えー、お話を聞いていこうかなというふうに思います はい、えー、今回はですねと早速ですけれどもテーマの方をちょっと、えー、見ていこうかなと思うんですけども今回はですね、えー、とこちらの方をテーマにしようと思います生成 AI 活用最前線ということでちょっと実際にです、ね、この辺をちょっとねお話をしながらで、えーとまあ、村岡社長の方とちょっと対談していこうかなというふうに思いますはい村岡、えーはい、よろしくお願いします まずですねちょっとねこの話題になった経緯とかをちょっとお話しすると実際にあれなんですよねえっ、ー、と村岡社長側で、ね、その採用の広告の掲載の記事についてで、ね、今が旬な形でやってらっしゃるということなんでしょうかねこれそうですねえっ、ー、と、はい、ちょうどですね、はい、え来週の2月15日からですね、はい、あの弊社の、えー、採用というのが始まりますはい、はい、そこでですね、はい、あの、はい、せっかくなので、はい、生成 ai を使 採用<で>、はい、記事っていうのをです、ねはい、考えてみてもいいのかなというところで<あ>、はい、今回、ね、やらさせていただいたということでこういう、ね、企業さんが、ね、たくさんたくさん増えていくとですねやっぱりもう活用の仕方っていうのがねあのより具体的にね、えー、と事例が出ていくんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際に僕もあの仮想な形でこんな感じの提案っていう動画いくつかちょっと出してるんですよね。でなんか例えばパン屋さん 専用の使い方とか不動産屋さん専用の使い方とか、まあ、美容室専用の使い方とか <laughs> なんかそんな感じは出してるんですけどちょっと具体的に今回はその採用についての記事についてどんな感じで作れるのかなというところをちょっとお話をいろいろと聞いていこうかなと思いましてでまずですね僕ですね、あのー、村岡所長の方に実際のちょっと画面で。 いろいろとちょっとご説明していこうかなと思ってるんですね。いいですか、そういう感じ。よろしくお願いいたします。はいじゃあ、ちょっとね、こう実画面をねお見せしながらで,でやっていこうと思います。はい。えー、っとですね、まずですね、ちょっとあの私ですね、Windows98 の壁紙になっておりますけれども、ゴリゴリの Mac 使っておりますんで、はい壁紙だけが、えー、Windows98 です。はい えーと今回、ですねちょっと村岡社長、これ、あの GTP 図っていうやつをちょっと使いましてね、で、はい、えーと事前にですねえー、とこちらの方にえー、とまあ村岡社長の方に頂い,いてた、ちょっと PDF のねえー、と資料がありまして、でこれ、お見せしてもいいのいい,いいんですかね、これ。 そうですね、<あ>はい、はい、全然問題ございません。あじゃあ、えーとですね、こういったようなちょっと PDF のですね、もともと出来上がってるような、こういう、えー、とこれ、掲載記事っていうか、まああのえーと、そのページの内容ですよね、これね、全部。そうですね、はい、はいで。をちょっと頂い,いておりましてで、実際に私ですね、GTP 図のナレッジとして、ここに丸ごと上げてるんですね、これ。なるほど。ここはい、<laughs> で、で、 あ,のあとは、えーと、ここにですね、インストラクションっていう、ここの部分に、えー、あなたは求人情報を日本語でサポートするボットですとで、PDF の内容を理解して回答してください、ただこの2行だけなんですよ、今回。 なるほどはい <laughs> ちょっとびっくりでしょう <laughs> そうですね、はい、もうちょっとあるのかなと思ってました <laughs> そうですよねそうですよねで実際にじゃあこれをですね使ってちょっと僕もシミュレーション的にリアルにちょっと見ていこうかなというふうに思うんですねでえー、っとちょっとですね実際の画面をちょっとお,、えー、お出ししようかなと思いますんで、えー、っと実際の GTP 図の画面をちょっと出しながらで えっとお見せしていいいこうううかなというふうに思いますちょっと待ってくださいね。これ、えー、っと、はい、ちょっとごめんなさいね。ちょっとデュアルでやり方がちょっと分かんないんですけど。まずですね、えー、っと、僕、とりあえずね、この中身がちゃんと理解できているかどうかちょっと確認しないとだめじゃないですか。 なので、えーと、こういったような形のものを、えー、と出しました、えー、とこれ、ね、読み上げますとどういうことかというと具体,的な、えー、具体的に何を教えてくれますかとで、えー、簡単に箇条書きにして教えてください、まあ、e c かん株式会社の、えー、と求人情報から具体的に、えー、と提供される、えー、支援や、えー、あご,めんごめんなさい、ね、えー、とっとここはいらないのかなこれじゃないな。 ごめんなさいこれは間違いで。で、まあ、とりあえずこれだけでね、えー、とどんなことが、えー、とできるのかっていうところをちょっと確認するんですね。なるほど。はい。すると,、えー、と、実際にそのナレッジを読みに行きます。で、チャット GPT がこうナレッジを読みに行って、で、そこから、ちょっと待ってくださいね、これ拡大しな、分かりづらいな。 するとですね中にちょっと読みに行ってこんな感じのことが、えー、と以下のような支援を提供しますということで出してくれますはいなるほどはい<ー>まずは、えー、と実際に与えているナレーチが確かなものなのかっていうところを確認しないとダメじゃないですか、うん そうですねそのために1回、まあ、ちょっとチェックをします、ここで。で、えー、っと次にですね、えーっとまあ、次の内容をですね、ちょっとね、与えようと思うんですけど、次の内容は何かと言いますと、ですね私ですね、えーっとまあ、これあの、まあ、求人の、えーっとまあ、情報をサポートするボットとして作りましたんで、そういう風に作れる。 らしてますんでねこういっったた感じの内容をちょっと与えてみましたは,い、ではあなたから見て対象者が最も興味深く見て魅力的な内容はどこだと思いますかで箇条書きでで、お答えくださいで下はですねちょっとあのプロンプトエンジニアリングなんですけど、まあ、注釈や説明繰り返しは不要ですと結果のみを出力してくださいということを付け加えてでこれで、えー、と1回ちょっと見てもらいます。 まあ要は自身でこう作ってるんですけれども、あのー、どこが一番魅力的に感じるのかという対象者に向けての内容ってどこが一番なのかというところをちょっと書き出すわけなんですよね。するとこんな感じでピックアップしてもらいました、はい、すごいですね、ネットフリックスのサブスクの無料って社員の特典ではあるんですね <laughs>。 <laughs> あそうですねこちらの方はうちの会社は結構あの福利厚生に力を入れているところがありますのでネッ、はい、トフリックのサブスクっていうのも <laughs>、はい、社員の声からこういうのつけてほしいというところで始まった制度で、はい、ああ、なるほどへ、すごいですね、あこの辺があ、ちょっとなんかリアルに誰かが来はったみたいなんですけどすごい、あのごめんなさい、ちょっとめちゃめちゃピンポン聞こえてるんですけどちょっとあの無視してやります。<laughs> <laughs> あのこのライブ感、申し訳ないです。<laughs> あのえー、っと、で、ま、これね、あのー、実は言うとですね、僕がシミュレーションでやったときは、もうちょっと出したんですよね。なんで、えっと、ちょっとここでもう少し、えー、内容を、えー、っと出力してくださいと、ちょっとしてみますね。うん、はい はいはいはいなんかこんな感じでちょっとピックアップしてするんですね、はい、はい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 いいですねはい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 、はい、こんな感じですねはいうんでえー、っとまぁ、あ、例えばですねここまで出しましたとはいであのー 次にですね私がやったのは、まあ、ここまでは、例えば自身でドラフトとして作っている内容がもう掲載されている内容なんで,でそれを活用して、はいえー、どういうふうにしてブラッシュアップしていこうかっていう内容をちょっと今、えー、ブレインストーミングしている段階なんですね。なのでなまずは、えー、と今の内容を与えておいてそれを解析します。 で次に、えー、っと実際に対象者が魅力的に感じるところがどこなのかっていうところを AI に考えてもらってそれを取り出しますと。でその次が問題なんですね、この次。はい、ここであーなるほどこれで作ろうってみんな思うじゃないですか普通はそうと思うんですよ。でも私、今までの経験上でここからが AI の発揮なんですね。 で、次に出すのがどういうことかっていうとでは今あなたが出力した内容を確認して対象者が最も興味深く見る順番を並び替えてくださいと。で並び替えさせるんですねこれを。するとまあ一番、まあ、対象者が興味を持つであろうっていうものが上位からこうどん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 出てくるわけなんですよ。うーんはいで、まあ これ、ね、まああくまでも AI が判定してやってるものなんで、まあ、ここから先はまあちょっと自身でこうご覧いただいたりとかしてこれじゃないかなあれじゃないかな状況っていうのは、まあ、AI はちょっと判定できないのでドラフト的に多分出すんだと思うんですよ一般的に考えればっていう内容でそうすると一、まあ、番が、まあ、9割がリモートワークで勤務可能になるという可能性ですよね 全員が給料アップの、えー、採用試験後の実績、幾千もの案件からの選択、4番目に絶対来ますん、ね、ネットフリックスね、これ <laughs> 強いですねどこまで好きやねんっていうね、これのオペレフィットね、<laughs> はい、福利厚生の部分、そうですよね、これね、お前ねちょっとスポンサーについてないとは思うんですけど、オフエンジャーね。あの <laughs> <laughs> でえっ、ー、とまああとその完全週休,休2日制とか、まあ、こんな感じで多分興味はこういう感じで持つんではないでしょうかっていうところがこう順序立てて出てくるわけなんですよね。<あ>でここまできたらあとはちょっと仕上げの部分をちょっとやっていこうかなとは思うんですけどじゃあ例えばですねあのこんな感じで作るわけなんですよ。普通ね あのこういう例えば生成愛使いましょうっていうあのノウハウ動画とか見るとですねあのキャッチフレーズを5つ考えてくださいとかねあの文章を考えてくださいとかでやるんですよ。あのあ例えばまあ人材派遣のいい、ね、会社ですなんで、えー、とキャッチフレーズを考えてくれとかでやるんですけどそんなんね普通にねあのどこでもあるようなことを吐くじゃないですか。ね そう,ですね、そうなんですよ、うん、でそれじゃ意味がないんですよせっかく AI なのにでここで僕はこういう感じで与えますいいですかこの上位3つを使って最も対象者が興味深くすぐにクリックしてしまいそうな日本人好みのキャッチフレーズを作成してくださいっていうんですね、うん、すると内容が全く変わってくると思うんですでそれはそこの特徴を捉えた内容で でえー、と自身の会社についてのキャッチフレーズに変わっていくはずなんですね。例えばですねここで出たやつ、えー、在宅勤務9割実現で、えー、年収アップも約束、ねうん、選べる案件で理想のキャリアをっていうねなるほどなるほど、はい、なんで、えーあのー、これは事実に基づいた、えー、内容からのキャッチフレーズになるんですね。 でまあ、例えばです、ね、もうここから先は,もうは、えーっとまあとは自身で、ね、ちょっと変えていったりとかしてでやっていくわけなんですけどでは例えば、まあ、キャッチフレーズなんで、ねこうね、強烈なインパクトのあるフレーズを入れて上記の内容を書き換えてくださいとかねやると内容がまた変わってくるんです,、ねはい、すると革命的リモートワークで生活を変えろ <laughs> ね、給料アップ保証、選択、はい、の自由な案件でキャリアアップ、めっちゃ良くないでですすかそうねだから、あのー、僕、ここで何が言いたいのかというとやっぱりそこそこで作り方っていう内容って変わってくると思うんですよ、同じ業種であったとしてもやっぱりうん、うん、いいところ、悪いところっていうのは、そこ固有で持ってるものだと思うので。 ではで、ね、まずはその分析からを生成 AI でやっちゃうと。で分析した内容をね実際に出した内容から本当にこれが、えー、と上位で必要だろうなっていうものだけをピックアップしてそれでキャッチフレーズを作ったりとかするんですよね。そうすると内容がより濃くなってで対象者に、えー、心に響くような感じのものが作れるんじゃないかなっていう。 えー、今回のデモンストレーションでした。はい。はい、ありがとうございます。<laughs> いかがで、ね、<laughs> いかがでしょうか。はい。<laughs> いやめちゃくちゃ面白かったですね。ね、はい、あのー、だから一般的に、ね、本当にね、あの本とかあの普通のね、YouTube とかいろんなあの情報で載ってるところでは、本当にあのー、例えばまあ、えー、人材派遣の会社をやってますと、ねキャッチフレーズ三つ考えてくれという感じでこうやるんですよね。でそれでも出るんですよ実際には。 ただ出るけどそんなん使ってたらどこでもあるようなキャッチフレーズになっちゃうわけなんですよね。なぜか,なかっ,っていうとはい、はい、AI は無難な答えを出すから実際に欲しい答えを平均的に取っといてこれだろうなっていう確率で出すじゃないですか AI って。なんで結局一般的な答えになっちゃうんですよね。 でも多分そこの企業はそういうのは求めてないと思うんですよやっぱり自分のところのてうでしょう特徴とかそういうのを捉えてでキャッチフレーズを作ったり文章を作りたいはずなんですね。その場合には、うんうん、実際にあの AI に学習させる、まあ、ここでもちょっと学習させるようなイメージですね。なんか自分で、えー、っとまあ情報を食わしておいて分析させてでその結果を頭の中に残したまんまでキャッチフレーズを作らすっていう。 まあそういうやり方ですね。うんうん、はい。<う>てな感じです。<laughs> えー、いやすごいためになりました。ありがとうございます。<laughs> いやいやどうも。ます <laughs> なんかああの村岡社長に褒めてもらった。ありがとうございます。 <笑><笑>まあちょっとね、まあ、こんな感じで、えー、と使っていけばいいんじゃないかなっていう内容を、ね、ちょっとお伝えさせていただいたんですけれどもまああのー、実際、ですねその現場ではいろんなことがまだまだ複合的にあるとは思うんですよ。で、あのー、今言った内容は一部なんですけど例えばなんかこういうの作る上で問題点とかってなんか出てきたりどこがやっぱ一番、えー、と時間がかかったりとかする部分なんですか。やっっぱりこういういのってあ そうですねまあ最初のドラフトの時点からですねやっぱこう抜き出していくってい作業っていうのがはい、はい、も,もうすでにこう記事があるので、はい、そこの時点はすでに超えてはいるんですけれども、はい、まあ初めて記事を作るっていうところになってくると自社の強みっていうところをこうきちんと書き出していったりとかはい、はい、それが本当に必要なものであるのか、はいえー、求職者の方に刺さる言葉なのかであったりとか。はいはいうん これやっぱ考えていくっていうところでやっぱ採用担当のものっていうのは結構え時間をかけてやってるのかなというようなイメージですねああそうですねまあ今回やったのは実際にもう出来上がってるものがあったので,でそれを見てどうすればいいのかっていうやり取りをしたんですけどこれが全くない状態からでもやっぱり構成から作るるというのもチャット GPT でできるはずなんですよねで、えー、っとその場合にはもしかしたらそこの会社の会社パンフレットとかあるじゃないですか。 はいはい、例えばで、ホームページとか持ってらっしゃるじゃないですかでそういうところをまず AI に見させるんですよね。はい、で、えーと、例えば、えー、とチャット GPT なんかにホームページを巡回して中の内容を全て把握しろとか言ってでまずはそこから取ってくるんですよね、はい、で、ここの会社の特徴を過剰書きにしろって言ってこう過剰書きにさせるわけなんですよ。でなるほど はい、でそこから、えー、と自社の、えー、と例えば求人情報誌に、えー、と内容を載せたいと。で、えー、どういった構成にすればいいのか、えー、とまずはドラフトを作れって言って作らすわけですよね。でそこから、えー、とああでもないこうでもないっていうやり取りをしながら中をどん,どん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 大きくこうつ詰めていくわけですよね1個ずつ。でそれで出来上がったものをまずは載せてみる。 っていう感じが一番ゼロからスタートする場合のやり方だと思うんですねただまあ,あの今回の場合は本当に元からあるもんなんで例えばこれをえと何かやろうという場合にはそれを食わしておいて分析させてでどういったものを追加したらもっと魅力的になりますかとか何かそういう感じのえと問いかけをして考えさせるんですよ。 で例えば「一、え、般、ー、ンン的な広告と自社の広告を比較してくれ」とかっていうと,、えー、と徘徊して他の求人情報を見てそれと比較して何が足らないのか比較させたりとか何からそんなこともできるんでだからまあ,あのやり方は結構無限大にできるのかなというふうに思います。 ということですね。はい、よろしいですね。<laughs> いかがでしたでしょう。これこんなで。いやめちゃくちゃ面白かったです。<laughs> そうですか。良 <laughs> かったです。喜んでいただいて。<laughs> まあどうしてもね。こういうことができますよっていうのもやっぱりこう。実際見てみないとわからないじゃないですか。 なのこれご覧いただいている、ねえーとまあ、例えば経営者の方とか、まあ、こ,れをこういうことをやっていこうというふうに思われる方はぜひちょっと参考にしていただければいいかなというふうに思いますね。あの特に生成 AI で得意とするところっていうのは自身のナレッジを持っていらっしゃる、えー、と会社さんっていうのはものすごい強みになると思うので。 まあそのやり方っていうのは、えっ、ー、と、さっきみたいな感じのやり方でやっていけばいいかなというふうに思いますんで、えー、もしそれでもちょっとわからないかっていう場合は、またあの、私、コメント欄かなんかに書いていただくか、あの、コメント欄に書くのが恥ずかしいという場合であれば、あの公式 LINE の方に連絡いただいたら、あの、ご相談にろうと思いますんで、<laughs> <laughs> はい。あの、ぜひよろしくお願いします。はい。今の本日はここまでということで、はい。 えと終わりににしようううかなというふうに思いふ思ます、はいえー、このチャンネルではですね、えー、例えば、えー、チャット g p t の内容とかですね、えー、プロンプトエンジニアリングの内容とか、はいえー、と生成 AI の内容とか、えー、いろいろとやっております。はい、で、えーと、2024年度はですね、 はい、えーと、生成 AI で道を切り開くということで365人365日間365人の方と、えー、名刺交換挑戦中であります、えーと。もしまあこれ見ていただいてああ相談したいんですっていうのにも全然僕名刺交換行くんであ, <laughs> あのもちろんお金取りませんので名刺交換していただいたら名刺交換してくれないんだったらお金取ってもいいんで。あの <laughs> <laughs> 一応そんな感じで、えー、とお伺いしようかなというふうに思いますのでぜひご連絡ください。はいえー、あとですね、えーと、AI ニュースのパートナーなんかも募集してますのでよろしくお願いします。はいえー、あと、ポッドキャストなんかもやってますので、えー、そちらの方ももしよかったら Spotify、えー、Apple Podcast、Amazon Music、えー、Google Podcast なんかもやってますので、えー、よかったらそちらの方もお聴きください。はい村上所長、どうもありがとうございます。 いやこちらこそありがとうございましたはいあのー、次回ちょっと僕もねあの村岡社長の方にいろいろちょっと聞きたいなと思うことがあるんですよ。はい。ちょっとですね最近ですねその失われる職業がある中で、えー、出てくる職業っていう、えー、内容をちょっとやってるんですけどね、あのー、ちょっとねまだちょっとね 解釈が間に合ってないところがあると思うんですよ、うん。解釈が間に合ってない。はい。うんうん、っていうのもやっぱ新たな職業なんで、えっと馴染みがない職業が出てきてるんですよ。うんでも正確に言うと今まではそれを総称して例えばデータサイエンティストって言ってたところが細分化されて職業になっている。うん るするところがあるんですよ、ね、なんでこの辺のねちょっとねまあ食言えばあの村上所長食についてのプロじゃないですかそういう IT 系の見させていただいたと思います,そう,すそうでしょそうでしょなんでまあこのカテゴライズはどこになるのかなっていうのもねちょっと一回聞いてみたいなと思ってまだあのえ次週でももしよかったらまあ あの例えば、えっと、AI えインプットアウトプットマネージャーっていう職種があるんですけどこれはどこの位置になるのかっていうのをね、うん、なんかちょっと聞いてみたいなとか思ってるんであのよかったらまたそこにも、はいはい、お話聞けたらと思います。 まあ、はい、ちょっとじゃあ次回の宿題としてちょっと考えておきます。はい、<laughs> はい、すみません、よろしくお願いします。はい、はい、ではあのここまで聞いていただきましてどうもありがとうございます。えー、皆さんもですね、一、えーえー、今日お仕事の方もね頑張っていただきたい,いと思います。お休みの方はゆっくりお休みにいただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。毎朝深夜ですね、えー、と AI ニュースの方をお届けしておりますのでよかったらそちらの方もご覧ください、お聞きください。はい。 ではどうもありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。